まあまたアジア、アジアの時代ですよ。そして日本が、ね、皆さん方の力でね、ね、世界の方のたくさんのお金も呼び寄せてね、この日本がね、また再び日の昇る国になることをですね、期待をいたしまして、そして、よー、私は本当に去年が暗いニュースばっかりだったので、明るいニュースのある年にしてほしいです。